僕シェリフでプテさん探してました。おお、まあ滝尾さん僕しっこでもいいよ。プテさんうち、うん、ね、嬉しいね今のは。作戦がまあ伊豆さんまで連れたからハマったね。はい、お願いします。今回クルーメイトメインタンの時は、あいっぱい会えた、嬉しい。あーすごい大集合。おい、はい、おい、貨物の配電盤前、ネロ黒プテに白出せます。宿舎タンマキどこ行った？今ダウンロードが終わってしまってくださいね。どこのダウンロード？え金庫、金庫。あ、うん、今どこ？今どこ？なんて説明すればいいんだ。この室から垂直にまっすぐ下に降りて、まあでもあの右下のとこさ、あの着替えぐらい、着替えの、うん、まあいいでしょう。着替えの下のところ、まあいいでしょう。ぐるっと下回りで帰ろうとしてるとこ、今伊豆と真央で金庫室から出てったから、そうですね、うん、今伊豆は白、今回のキルは、はい、真央さんも見えてるんで白です。鬼木が展望の配電の場にいるから鬼木は無理。まあ明夜さんがダウンロードしてたのかな、うん、それを見守ってた。竹明無理で僕からネロクド、ネロクドってでしょ、から中身さんぐらいしかいない。あら、じゃあ、あら、ラインさん一応アルマもあるで、まあ、そこ見られてない。まあ、浮いてる、ね、僕奇跡じゃないですか、だったら。まあまあまあ。ちなみに僕はアーカイブ、タン脇、ラウンジ配線、シャワー配線なので、まあ、タン釣り飲みますけど残ってますよぐらいしか。白要素はないです。これ、ネロクドプテシェンで畑さんに白は出ない。出ないけど、まあまあ攻めたキルだなっていう感じです。だからタン釣りを主張するのはまあわかるかな。え、その貨物側に行ってんのは他の二人見てんの？まあ行ってんのは見てないけど行ってるんだろうなっていう感じ。あ、そうそう。二人で二人を置いてプテクドを置いてって感じですね。うんうんうん。貨物にしか行くとこがないから行ってそうだなっていう感じです。ネロちゃんと同タイミングで多分入ったじゃないですか。でプテクドを置いて貨物行って配電盤で発見です。うん。まあ場所にそんな違和感ないなら大丈夫。これガミが万が一白だった場合はラインはマオイズか、まあ、シンプルアルマか敵のアルマか。でも、アルマの場合はアルマ貨物脇ぐらいしかないね。ごめんなさい、マオイズの最終位置ってもう一回いいですか。最終はミーティングの、階段を登ってるとこ。あ、そうですね、僕は登り切ったぐらい。降り切った。あ、了解です。メイヤさんと竹尾さんのラインも一応あるか。ね、じゃあカメラ2、3秒使いました。はい、一瞬もできてない。ハタサコのセルフなさそうだから普通に神さんだと思うんだけど。あ、間違えた。あ、俺スキップ入れちゃった。え、本人が入れてない。あ、僕ハタサコさんに入れようとして間に合いませんでした。結局セル。まあでもロラでよくねっていう。はい、とはいえ別にロラでいいかなという気持ちもある。どこ？ハタサコ。ああ、セルフレポーイ。じゃあ今日はハタサコかスキップのランとかにする。ラインを考慮するとかじゃなくて俺とロラでいいの？だってアーカイブ脇で、だってそう、展望に何？キッチン脇とかでさ、2人がさ、何？もう湧いてないところに2人で湧いてて、本当は飛び込んでるみたいな感じなんない？それ。ライン名とかが貨物一緒に置いててみたいなのがあるんじゃない別に。竹名貨物脇だけど本当はキッチンに、何キッチン脇に2人でガン飛びするって、そっちの方が追えないけどね、セルフよりは。でも、うん、まあ、いや、僕は、え、安全にっていうか、もう 90% ガメさんだと思ってるけど、直さん誰なの？そのガメさん、トータさんなんじゃない？オリキじゃないんだ。僕じゃない。僕が来た時にもう直って、
配電盤前って言ったし、トータさんなんじゃない？あ、じゃあレポート1別に違和感ないね。別にね。別に。あ、じゃあトータスってことね。何したのが、うん、貨物か。うん、え、俺と竹尾さんだったらアルマおった方がいいんじゃないって思っちゃうけど、うん、大丈夫。いや、これはね、でもアルマはなんかその、まあ、いや、僕視点でも言わせてもらうけど、メータ竹尾だったら僕おった方がいいんじゃない。いや、それはそうなんだけど、でもなんかさ、その弁明の時の位置のローラー提案だったから僕は言ってる。まあまあ、プテの気持ちは分かるんだけど、メータケオだったらアルマおった方がいい。いや、ちなみに、いや、これはプテに言ってるんじゃなくて、ハタサコに言ってることです。いや、そうですよ、分かってますよ。分かってるけど、プテが僕をローラー先に上げてきたから言ってるだけ。いやいやいや、え、ちょっと待って、あげるよ。マットだろ、おめえ。だからさ、どっちガミさん、どっちがガミさんがサンズリ希望だったら僕をローラーすればいいんじゃないって結構。え、てかそう、いや、そもそもガミさんがタンズリ希望で全視点でアルマハタサコがある状態なんだったら、一旦タンズリでもしダブキルが入ったり8人番目になってから考えればいいんじゃないって。まあじゃあそれでもいいよ。だから今無理やりそのハタサコまで釣る意味が、ダブルキルが入った場合多分ハタは釣られるけど大丈夫、うん、まあ、あ、いや、まあそれはもうしょうがない、受け入れるけど、でもハタサコをここで無理やり釣るのはおかしいと思います。俺もちょっと変だと思ったよ。まあ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 別に、まあアルマが釣ってくれるの僕はないと思ったから、まあ安全にね、別に8人1ロー1強でも勝てるからハタサコに投票しましたっていう。どうでロップテイを3人自視点は別にハタサコまで釣ればいい。まあそうね、3人エレキに置いた上でセルフって結構攻めてる動きだって、まあ、も言ってたけど ね、 言ってたけど ね、 欲しいけどね。いや、もうそう思うよ僕も。まあでも落ちてんだろうね。いや 90% 落ちてると思ってるよ。安全を取るならという。どうせ勝ちだし、8に1路1強基本勝ちだし、まあ、逆転もあるんだけどね、たまにね。ういー、ハタサコ見た？あるま、変じゃない。今、猫まっしぐらじゃなかった、弁当に。いや、まあ、弁当の前でピタッと止まってたけど、あの、ミーティングから降りて、証拠左の弁当でピタッと止まってました。まあ、怪しい。いいじゃん、別に。いい。どうぜ。ずっといいんじゃない？だって、マットか、うん、ミーティングから降りて弁当に行くの、ミーティング登る前に弁当タスクがあるんだったらやるだろうから。やるね。確かに。確かに。賢い。ご主人教えてほしい人。はい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 。ガミさんとプテさんです。あ、え？絶対ないじゃん。んなプテツ。ガミプテ？なんかちょっと言ってそう。ちなみにガチだよ。ガチかも。はい、次行こうぜ。乗ってあげるか、一旦ね。一旦乗ってあげて。一旦乗ってあげて。丸の方でした。はい、はい。エレキは取っとこう。あ、名屋くんか。名屋さんの死体が診察室の室の右、ちょい右、あの出っ張ってるところの上ぐらいです、うんうんうん、5秒前にはもうすでに死んでました、うん、あ、ごめん、何室？もう一回言って、ごめん。診察室。あ、診察ね。診察？あ、竹尾くん上がってきてなかった？うん、石油いたけどね、名屋さん。僕、武器、キッチン、石油、エレキ、診察、貨物、ラウンジ、アーカイブって言ってるな。置いてきたみたいな感じね。そうそうそう。急に。あれ、これな、アルマってなんか持って。エロちゃんかな。エロちゃん持ってってんのか。エロちゃん。伊豆さんどこ行った？あの昇降機右から出てきた後って。
昇降機右で停電直して、その後シャワー塗りたらタオルタスクしてる真央さんで、タオルを拾いに行ったら奥から出てくる工藤さんで、最後一緒に工藤さんとタオルタスク入れてちょっと移動して終了。じゃ白か互いに。シャワーにプテもいたよね。あ、僕はね抜けてて、メインエンジンでエンジン配線やってます今。まあ浮いてはいる。プテ見てねえや。プテ見てねえや。あ、僕伊豆さんをねアーカイブのね上で本タスクやってる時にね、うん、右あの昇降機右から出てくるのを見た。あ、停電中にアーカイブシャワーカーの扉開けたのがプテか。あ、ちょっとそれは覚えてないです。そうかも。停電中に開けたなと思ったけど、真央さんがそこにいたから誰なんやろうと思って。そうかもです。はいはい、これ僕怪しいと思われてる？思ってます。まあ素直に考えたら。僕シェリフでプテさん探してました。おお。どうなんだ6人盤面。でもこれめちゃくちゃ大移動してるでしょ。僕はあのポスターマットもいないだろうから発砲で。エンジン脇武器キッチン石油エレキ診察貨物ラウンジアーカイブっていう大移動してプテさんが見つからなくて。はいはいはい。プテ打ちやとめっちゃ怖くない武雄さん。何？僕を弟としたの本当に。うん。待って、伊豆伊豆伊豆くど白白じゃん。でも畑さんがガミさんの結構詰めてるところがある。まあ僕して結構真央さんっぽくなるのかじゃあ。あ、俺、うん、ごめん、俺工藤さんに白出せないよ。え、そうなの？最後の方一緒に見てるだけで、俺停電終わ直した後にシャワーのタオルを拾いに行って奥から出てくるが、工藤さんすれ違ってるから一応シャワー。あ、でもその前シャワー配線いたよ。あ、じゃあ大丈夫。ごめんなさい。まあ武雄さん僕しっこでもいいよ。プテさんうち、うん、で。はじけたらまあ真央さんいっちゃうかな。はじけたら真央くんでお願いします。はい、まあ、はじけたら考えます。はじけたら考えます。なじけたら考えます。ガミさん白だったらどうしようって思っちゃった今。現地行きます。あ、まあ乗っ取りケアで。治るんだ、すごい。なんか来た、真央来た。真央やれ、真央やれ、竹雄真央やれ。なにこれ、竹雄さんじゃん。じゃあ竹尾さんやん。あ、ボタンねえや。どういうこと、どういうこと。竹尾さんですこれ。本当にどこ飛んでいいんじゃないの人外は。撃てへん撃てへん。撃てへん。はい。え、撃てへんってことは、え、マットじゃないの？撃て、いや撃てるけど撃ったら負けだから撃たなかったっていうことだと思います。なるほど、やんで。ぐちゃぐちゃだ。そういうことか。明らかに30秒経ったあたりの全員の顔合わせた感じ。なんで切んないの？ずっと立ってんだもんな。なんだよ今のやつ。いや、ワンチャンリアクター勝ちないかなと思って。そうでした、ね。あれあるかなと思っちゃった。